はい、日本共産党の高橋千鶴子です。東日本大震災と原発事故から間もなく5年になろうとしています。今日2月15日は1803日目です。大切な人を失った悲しみは癒えることはありません。今も行方不明者2562名、月命日には捜索活動がされ家族を探し続けている方々がいらっしゃいます。卒業式を開けないまま離れ離れになった中学生は今年は成人式です。もう5年とは決して言えない年月ではないでしょうか。政府は5年目の 3.11 を前に復興基本方針を閣議決定すると言っています。骨子案によると向こう5年間を集中復興期間に続く復興創生期間と位置づけ、復興期間の総仕上げとして被災地の自立につながり地方創生のモデルとなるような復興を実現すると言っています。総理は1月22日の施政方針演説で来年春までに計画の 85% にあたる2万5000戸の災害公営住宅が完成し高台移転も7割で工事が完了する見込みなど、この間積み上がってきた数字を示しながら復興は新たなステージと強調されました。しかしだからこそ一人一人の被災者にとってどうなのでしょうか。伺います。立派に道路や建物が立ち並んでも人々の暮らしと生業が再建されなければ真の復興とは言えないと思いますが、総理この認識を共有されるのか伺います。安倍内閣総理大臣。まさに私は高橋委員のおっしゃる通りだと、このように思います。東日本大震災からの復興は安倍内閣の最重要課題であります。地震、津波、被災地域では来年春までに、計画の 85% にあたる、2万5000戸の災害公営住宅が完成し高台移転も7割で工事が完了する、見込みであるほか、これまでに水産加工施設の 85% で業務を再開するなど、住まいの再建やなりわいの再生が本格化しており、復興は新たなステージを迎えつつあると考えています。復興にあたっては、これまでもインフラの復旧や住宅の再建だけではなくて、被災者の方々の暮らしやなりわいの再生にしっかり取り組んできたところであります。4月からは後期5カ年の復興創生期間が始まりますが、この期間に復興をやり遂げるという強い意志を持って引き続き心身のケアやコミュニティの形成支援、観光業や水産加工業の復興の加速化などに取り組んでまいりたいと思います。またこの避難指示の解除についても、これはよろしいですか。はい、高橋君。心身のケアという一言はあったんですけれど、私が質問したのはね、やっぱり人々の暮らしそのものにこう直目して、確かにインフラがいろいろ進んでいるのは私自身もこの目で見ていますし、現場がどんなに頑張っているか承知の上で聞いています。そこにこう思いを寄せていただきたいということであります。でもう一つですね、発災以降全国で47万人以上だった避難者は1月14日現在で17万8000人になっております。うち福島の避難者は9万9608人です。政府の先ほど紹介した基本方針の骨子案にはこう書いています。福島の原子力災害被災地域においては、田村市、川内村、楢葉町では避難指示の解除等が行われるなど、復興に向けた動きは着実に進展。極めて違和感を覚えました。昨年9月に全町避難から避難指示解除になった楢葉町では帰還率は 6% を切っており、松本幸恵町長は2017年春に5割ぐらいが戻ればいいと思うとコメントされています。解除イコール帰還ではありません。この書き方どうでしょうか。解除さえすれば復興が進んでいるという認識なのですか。安倍総理大臣。避難指示の解除につきましてはですね、ふるさとに戻りたいと考える住民の方々の帰還が可能となります。そこから本格的な復興が始まると考えております。まさにこれは避難指示解除によってこれは終わりではなくて、これはスタートだというふうに考えておりまして、
安心して戻れるふるさとを、一日も早く取り戻せるよう、政府一丸となってしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えております。高橋君。はい、そうであれば解除が進んでいるので復興が進展しているという表現はやめればいいと思います。これ案ですので、これから閣議決定されると思いますので、ぜひこれは取っていただきたい、この認識を改めていただきたいと思います。復興の総仕上げとか解除したから進んでる、こういう認識の一つ一つが被災者を傷つけていると言わざるを得ません。陸前高田市の鳥羽太市長は、5年が過ぎてしまえば次は10年目だ、忘れられるのが一番つらいと述べておられます。大熊町のある自治会長さんは、国会見ていると私たちのことは忘れられているんじゃないかとつぶやきました。これ私自身にとっても大変重い言葉だと思っています。 3.11 が単なるメモリアルデーにならないように、今やるべきことを政府に質問し、また具体の提案もさせていただきたいと思います。まず住まいの再建についてです。自宅の再建が進んでいるかどうかの一つの目安として、個人の住宅再建に基礎支援金100万円と加算支援金合わせて最大300万円支給する被災者生活再建支援金がございます。最初の基礎支援金を受け取った世帯は19万2638世帯、うち加算支援金まで受け取った世帯は12万5074世帯、基礎支援金を受け取ったうち 36% が再建に至っておりません。2007年法改正の時には衆参の負担決議で4年後の見直しを明記しました。その4年後に 3.11 大震災があったために、今災害の規模が大きすぎるので待ってほしいというのが当時の防災担当大臣の答弁でありました。でもそれからさらに5年経ったのです。支援金を500万円まで拡充するとか、支援対象を一部損壊まで広げるなど、改正に踏み切るべきではないでしょうか。河野大臣。2007年の付帯決議を受けまして、これまでさまざまな検討を行ってまいりました。東日本大震災の後も検討会を行いまして、平成26年の8月に中間取りまとめがありました。でその中でですね、被災者の生活再建については、被災都道府県の独自活動、独自支援の活動を広げていく、あるいは災害に対応するための保険や共済にしっかり加入をしていただく、平時からそうした備えをしていくことが必要だというのが、取りまとめでございます。そういうことで、私は特に法改正をするよりは自助共助を促すために保険や共済への加入を促進していく、そういう道をしっかり取ってまいりたいと思っております。高橋千鶴子君。今2つのことをおっしゃったと思うんですね。で後半 の地震保険については、今平均加入率が 28.8%、 トップは宮城県の 50.8% でして、この間地震が大変続いた、津波も続いた、そうした中で加入率が高まったのかなと。でそこに国が支援する税金の控除ですとかね、それは当然いいことだと思っていますし、それ自体は否定をいたしません。しかしですね、最初におっしゃった都道府県が先にやればいいという話は、私はもともとですね、都道府県というのは自治体もそうですが、住民に一番向き合ってるわけですから、言われなくてもやってるわけなんですよ。それを今ね、都道府県や自治体がいろいろ努力をしてやってきたことを、国が後からそうですねって、こういう制度も必要ですねってやってきたのがこれまでの歴史であって、今さらね、県がまず最優先ですよというのは違うだろうと。今までのいろんな仕組みがね、法の縛りがあるんだということがこの間の震災でも言われてきました。そのことにしっかりと立って見直しをするべきではないかと思うんですね。で具体的にお話します。岩手県は自宅再建に最大100万円、それに各市町村が上乗せ支援をしております。資料1枚目、これ2枚各県、各市町村のつけておいてあります。で大変
なんていうかバラエティに富んでおりまして、建設費のほかに地域財を活用するとかバリアフリーの活用、浄化槽設置費用などさまざまなメニューを活用することで500万円から最大で100万円1000万円を超す補助が実際に実現をしています。先月岩手県の大船渡市で、高台店をして自宅再建を行った方たちの声を聞いてきました。1500万円を30年間次世代ローン、最初は諦めていたがやっぱり家を建てようと子どもに言われて決心をしたと、県や市の独自補助がなければ無理だったという方、2年我慢すれば仮設から出ることもできるとお互いに励まし合ったけど、2年経っても3年経っても気配がない、小学校1年生だった孫は今春卒業、4年生だった孫は高校生、このまま家を再建せずいいのかと、それが大人の責任ではないのかと決意を自問自答して決意をされたとおっしゃっていました。サラリーマンなら定年を過ぎている年代の被災者たちが長い期間のローンを背負ってでも再建に踏み切っていることを知ってほしいんです。しかもただじっと支援を待っていたのではありません。土地も自分たちで見つけ、高台店のその高台のどこがいいかを自分たちで見つけてるんです。地域として話し合いや勉強会を重ね、途中で抜ける方もいれば入る方もいました。大変な苦労を重ねました。総理に伺いますが、個人の財産に税金は投入できない、これは阪神・淡路大震災の時から国がおっしゃって常に壁となってきました。しかし岩手県の事例にあるように自力再建は単なる個人の財産問題ではなくて、地域を作り復興の土台というまさに公共的役割があると思います。総理にこの認識を伺います。安倍内閣総理大臣。被災者の住宅再建については市、県市町村の取り崩し型復興基金を活用した助成に加えて被災者生活再建支援金を支給するとともに、高台移転事業による宅地を借地として提供するなど被災者の負担を軽減する支援措置を引き続き講じることとしております。引き続き地元の声に丁寧に耳を傾け、町づくりや生業の再生支援金のケアなど合わせて一日も早く被災者の方々が安心して生活できる住宅に移れるよう全力を尽くしていきたいと考えております。はい、高橋君。はい、じゃあ資料の丸に3枚目を見ていただきたいと思うんですね。これは山田型復興住宅地産地構で住宅再建お手伝いと書いています。これは町として地域の財を使って地元の工務店に発注することで800万前後で家を建てられますよと、自分の家ですとモデル住宅を示しているんですね。で安くて良質です。で山田町の佐藤町長は500万個数独自補助を受ければあとは利子補給など融資もあって手の届く値段だから自力再建が可能になるとおっしゃっていました。大いにモデルケースとして期待しております。あと人押しの支援で自力再建につながるんだったらむしろ費用対効果も大きいですし若い人の定着にもつながります。そして今総理が季節しておっしゃった基金を自由度の高い基金、これですね、実は決め手となった県や自治体の独自支援策だって財源は実は国の復興特別支援復興特別交付税なんですね。つまり間接的なら国は支援できてるんですよ。だったら直接的に踏み切ったっていいじゃないかということ、このことを言っているんですね。でこれ資料の3枚目を次に見ていただきたいと思います。パネルをお願いします。ごめんなさい、資料です、すいません。東日本大震災の重火被害は117万8233件です。うち被災者生活再建支援金を受け取ったのは 16.3% に過ぎません。しかしこれは東日本大震災の方はまだ割合が高いわけです。みなし全壊とかがあったから。しかし現実には全壊か大規模半壊以上でなければ
対象にならないので、大変この全体の重化被害から見たら少ないです。2007年から見覚えのある災害の名前が続いているので見ていただきたいと思うんです。能登半島地震、新潟県中越沖地震、岩手宮城内陸地震とずっとね、豪雨や台風続きました。どれで見ても重化被害のあるうち数パーセント、一桁台、0コンマの割合でしか支援金受けられないんですね。一部損壊や床下浸水、床上浸水などが多いからです。こうした実態をどう見るのか、よく検証して被災者生活再建支援の何にふさわしい制度に再構築するべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。河野大臣。被災者の支援は一義的には基礎自治体であります市町村がこれに当たるということになっております。市町村の財政負担が大きい場合に県あるいは国が財政負担を軽減するために出てくるというのが今のスキームでございます。被災者生活再建支援法は自然災害によってその生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対する生活再建を支援することを目的とした制度でございますので、全壊世帯あるいは大規模半壊世帯を支援対象としております。これを拡充するということは他の支援制度とのバランスやあるいは財政負担などを考えると慎重に対応しなければならないというふうに思っております。半壊世帯に対しましては災害救助法に基づく応急修理あるいは住宅金融支援機構融資あるいは災害援護資金の貸し付けなどの支援がございますので、それで対応していただくということで、これからの災害についてはやはり保険共済への加入をしっかり促していくということにまず注力してまいりたいと思います。高橋千鶴子君。8年くらい同じ答弁を聞いてるんです。もうですからね、これだけの災害が積み上がっていますから、一部損壊といえども何百万も補修にお金かかってる、これも私ここで質問をしています。そうしたことも含めて検証するべきではないかと言っているんです。住宅の応急修理だって本当に修理をすれば進めるということが本当の目的だったにもかかわらず、半壊以上しかも所得制限を設けたために多くの方が受けられないでいるんです。だからこのことを指摘をしています。これは私最初に応急修理の問題をね、2004年に災害特別委員会で取り上げたその経緯がありますので、本当に悔しく思っています。でもここはね、同じ議論はしません。これをきちんと検証してくださいということを求めたいと思います。そこで次にですね、今月の12日仙台市青葉区の災害公営住宅で40代の息子さんと2人暮らしの女性、72歳の女性が死亡しているということが分かりました。河北新報によりますと、息子さんが入院中で死後10日以上経っていたといいます。この公営住宅は32世帯が入居し、ご近所付き合いはほとんどなかったといいます。また先月も私自身が仙台市内の仮設住宅を歩いていたときに、高層マンションのような災害公営住宅に入って誰とも会わず孤立死した高齢者がいるのよという話を聞きました。今心配されるのはまさにそうした孤独死の問題であります。パネルをお願いします。これまず最初見ていただきたいのは、阪神淡路大震災における孤独死の数であります。兵庫県警の資料でありますけれども、孤独死とは仮設住宅や公営住宅における独居変死者、誰にも看取られず亡くなった方と定義をしています。これは毎年30人から70人台が亡くなっている、このこと自体衝撃です。でこれ99年がガクンと減っているのは仮設住宅が解消した年なんですね。でその翌年からまたこんなに56、55、77というふうに増えていることに大変衝撃を受けております。そこで復興大臣に伺いますが、東日本大震災の被災者で孤独死といったものはどのように把握をされているでしょうか。復興大臣高木毅君。
お答え申し上げます。孤独死についてはその人数などのデータを把握しているものではございませんけれども、自治体との意見交換等の場で孤立防止は対応すべき課題として把握してきたところでございます。警察においての数字、あるいはまた県における集計といったものは報道等を通じて知っておるところでございます。高橋君。私このこと自体を問題にしたいと思うんです。ぜひこれね、ちゃんと定義も決めて把握するべきではないでしょうか。例えば宮城県が昨年8月ね、県警が79人孤独死がいますと把握していたのに対して、いやいやゼロですと言ったんですね。それは県の定義が65歳以上で、かつ周囲から孤立し、ね、誰とも、ね、理解されなかったみたいな、そういう厳しい要件をつけていたので、値しないというふうになってしまったんです。で、今日出したこの資料はですね、必ずしも孤独死とイコールではないかもしれません。ただヒントになると思うんです。被災三県の警察が仮設に単身居住であった中の死者数という数字であります。41人、45人、46人、53人というように積み上がっているんですね。しかも私すごく深刻だと思うのは、さっき言ったように各県で65歳以上の孤独死っていうふうにカウントしているわけなんです。ですがこの65歳未満の割合が実は、2015年で 47.2%、 半分近くいるんですよね。ですから、これは神戸でも同じことが繰り返されていたんです。介護などにも結びつかない。だからこそ若年者はね、むしろ深刻だとも言えるんです。そうしたことを踏まえてやっぱりね、きちんと定義もして把握を今からでもするべきではないでしょうか。復興大臣高木剛君。今委員もご指摘のように定義というのも、いろんな考え方があるんだろうというふうに思います。いずれにしてもこういった状況というのは あってはならないというふうにも思いますので、まず何を起きましてもそうしたことが起きないようにやっていくというのが私どもの務めだというふうに思っております。高橋君。せめて神戸のように、阪神淡路大震災のように習って、しかも岩手宮城でも一定の把握をしているわけです。今からでも把握をするとお約束いただけますか。高木復興大臣。先ほど申し上げたとおりですね、警察においてもそうでありますし、県においても集計をしているところでございますから、そうしたような数字もいただきながら、どのように考えていくか検討もしていきたいというふうに思っております。はい、高橋静子君。はい、ここはぜひ把握きちんとして、その上で対策が当然急がれるわけですから、お願いをしたいと思います。もう一つ現実的な提案をしたいと思います。国土交通大臣にお願いをいたします。私は 3.11 の直後から沿岸部を回りながら、車も流されて遺体安置所を一つ一つ訪ね、家族を探している被災者たちを見て、瓦礫の中でもバスなら走れる、そう思ってミニバスやデマンドタクシーなどのこうしたコミュニティバスに補助、これを被災地特例をと質問で求めました。それが今32の市町村で実施をされ、大切な足になっています。ところが来年からはさらに5年間延長はするんだと聞きましたけれども、条件がですね、仮設住宅を経由しなければならないと言ってるんです。これから先どんどんね、公営住宅や高台店に移っていくのに、仮設住宅を経由しなければバス走れないって、これおかしな話ではないかと思うんですね。仮設を公営住宅と読み替えてもいい、あるいは高台店したときに交通の便が悪い地域とか自治体の計画に整合性があれば認めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。国土交通大臣石井啓一君。東日本大震災の被災地の生活交付通を確保するため、復興特会による地域公共交通確保維持改善事業において、応急仮設住宅等と病院商店街等の間のコミュニティバスなどの運行を支援してきたところでございます。今後の復興特会による地域公共交通確保維持改善事業については、引き続き応急仮設住宅等を経由する運行を支援してまいりますが、現在までの被災地の状況に鑑みればですね、
災害公営住宅等も経由する運行が大半になるものと見込まれます。で仮にですね、応急仮設住宅等を経由しないで災害公営住宅等を経由する場合におきましては、被災地特例ではない一般会計による地域公共交通確保維持改善事業において、交通不便地域の移動確保を目的に支援できるものと考えておりまして、被災地の実情を踏まえて適切に対応してまいる所存でございます。国土交通省といたしましては、今後とも被災地のからの声をよくお聞きしながら、必要な生活確保、交通の確保に努めてまいりたいと存じます。高橋君。せっかく途中まではいい答弁をしてくれるのかなと思ったのがちょっと残念でございました。わざわざね、これ被災地特例を設けたのは一般であると基準が厳しすぎるからなわけですよね。15人以上とかで、それを今被災地でやるのは厳しいと、で一般に必ず入るというのであればそれは違うかもしれませんけれど、そこをちゃんと見ていただきたいと。今大臣だって答弁したときに仮設住宅等っておっしゃったのに、なぜその等に公営住宅を入れないのかと不思議に思って聞いておりました。山田町でですね、ようやく今年秋までにベッドのある県立山田病院が完成するわけです。いろいろ課題はあるけれども、私たちの病院ができると現場町も大変喜んでいました。でも今あるプレハブ仮設の住宅病院もですね、これつながっているのは私が今紹介したコミュニティバス事業があるからなんですよ。で仮設を出た途端、あるいは高台に行った途端通えなくなったら意味がないではありませんか。先ほど紹介したように、一人ぼっちで買い物もできないような不便なところに、高層マンションのような公営住宅に入った高齢者が孤立死になっていく、そんなことがないようにこれは大切な足確保していただきたい。もう一度お答えいただきたい。国土交通大臣石井啓一君。先ほどご答弁いたしました通り、仮に応急仮設住宅と経由しないで災害公営住宅等を経由する場合には、一般会計による地域公共交通確保維持改善事業ができるわけでありますけれども、現在の被災地の実態化すればですね、実態上大半がこの一般会計で行います地域交通公共交通確保維持改善事業の対象になり得るものと理解をしております。高橋君。なりうるのかとおっしゃいました。本当にそうなのかどうかは検証してみないと分かりませんので、ぜひそのこともね、等々に含めていただきたい。今せっかくこうして喜ばれている足がまさか奪われるようなことがないように重ねて、これは要望をしてお願いをしておきたいと思っております。それで国交大臣にもう一点ね、簡単にお答えいただきたいと思うんですが、災害公営住宅が完成するまでに長い時間がかかったために入居を希望しながら取りやめにしたなど少なくない空き部屋が出ております。自治体にとっては大変頭の痛い問題です。そこで被災者ではないけれども、住宅に困窮している低所得者や公営住宅の待機者など、あるいは復興支援で被災地に移住したい、そういう方たちを受け入れるということ、これは公営住宅を必要とする被災者をこう阻害するのでさえなければ、やはりこれは柔軟に対応しても良いと思いますが、一言お願いいたします。石井国土交通大臣。災害公営住宅の入居率は、昨年の11月末時点で約 94% となっておりますが、これは被災者が民間住宅へ入居したり、自力で自宅を再建するなど、その意向が変化をしたこと、また被災者が死亡をされたり、高齢者施設に入居するなど、事情が変化したことなどにより、災害公営住宅の一部に空き室が生じている地区もあると聞いております。こうした空き室につきましては、まずは地方公共団体が広く被災者の再募集や、また住宅相談を行い、まずは被災者の方々が避難生活を解消できるよう、その入居を促しているところでございます。またそれでも入居が進まない場合につきましては、一般の公営住宅として地方公共団体のご判断によりまして、地元の方や復興支援を行う方などで住宅に困窮する低所得者に入居していただくことが可能でございます。はい、高橋君。はい、確認をさせていただきましては、これからはいろんな応用編
あるいは柔軟な対応というのが本当に求められると思うんですね。で、5年で区切りをつけたら仮設じゃなきゃダメよと、さっき言ったバスのようなそういうことではなくて、やっぱりこう実態を見て対応していただきたいということを重ねてお願いをしたいと思っております。それでは次に原発事故からの復興について伺いたいと思います。政府は昨年6月に原子力災害からの福島復興の加速に向けて閣議決定をいたしました。事故から6年を超えて避難指示の継続が見込まれる帰還困難区域以外の区域、すなわち避難指示解除準備区域と居住制限区域については、各市町村の復興計画等も踏まえ、遅くとも事故から6年後までに避難指示を解除するとしました。つまりは来年3月までに帰還困難区域以外は帰還を促すというものです。もちろんそのための拠点整備や除染などの集中支援を行うと言っておりますけれども、原発事故においては期限を決めても全てをそこに合わせることはできないと思います。総理に伺いますが、原発事故が収束していない中、期限を区切った帰還や打ち切りではなく、被害の実態や対応状況に応じて判断し、必要な賠償や支援もするべきと思いますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。避難指示の解除は、線量の低下、インフラや生活関連サービスの復旧を確認し、自治体や住民の方々とのさまざまな場における対応を重ねた上で行うものでありまして、期限を切って行うものではありません。東京電力による損害賠償については、政府として同社に対し引き続き被害者の個別の状況を丁寧に把握した上で、迅速公平かつ適切に行うよう指導していきます。はい、以上。高橋君。はい、今期限を切って行うものではないという明確な答弁をいただきました。で、それに本当に沿って実態がなっているのかということを見ていきたいと、お願いをしたいと思っております。まずですね、全町避難を余儀なくされ、現在帰還困難区域、居住制限区域、避難間解除準備区域というように3分割されている富岡町は、早ければ来年4月の帰還開始を目指しています。同庁の除染検証委員会が昨年の12月22日、中間報告書をまとめ、緊急提言を行っています。例えば復興拠点なのに未除染のところがあるとか、住宅地だけれども局所的に線量が高いところがあり、再除染を行うべきなどと、急いで取り組んでほしいと4点を提言をしています。実は富岡町のある区長さんから、道路一本隔てて、向こうは帰還困難区域、こちらは居住制限区域、つまり片側だけ除染してないのに、これでは帰れないだろうと訴えられたんですね。で、なるほどと思い、それがまさにこの報告書なのであります。資料の丸6を見ていただければと思います。これかなり細かくですね、地上からも3箇所、1センチ、50センチ、100センチというように、それから境界線から、1メートル、10メートル、20メートルというように、こう何箇所もでこう測っているんですね。そうすると見ていただくと分かるように、境界線がやはり高いということが分かると思うんです。で、これを写真で見ると、こうなるわけですね。住宅密集地では、道路4メートルしかないんです。この際というのは境界線というのは道路4メートルなんです。を隔てて除染をしているところとしていないところ、際、道路際までしかやっておりません。で、山林部だと道路少し幅広いです。それでも10メートルなんですね。で、これがこう境界線になっている。ですが環境庁だって、環境省だってね、生活圏の空間線量率低減のために宅地境界から20メートルの範囲は除染するとしてるじゃないですか。これ丸川大臣に伺いますが、これ当然一体的に進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。環境大臣丸川珠代君。先生のご指摘の富岡町の除染検証委員会の取りまとめた中間報告について、私どもも承知をしておりまして、
で富岡町からも帰還困難区域における境界付近について除染を行ってほしいというご要望をいただいているところでございます。でその上で富岡町のご要望については、今まさに関係省庁とともに、町とご相談をさせていただいているところでございまして、どのような対応が可能かということについては引き続き検討させていただきたいと思っております。と申しますのも、帰還困難区域の取り扱い、全体をどうするかということについて、まず議員もご承知だと思いますけれども、政府全体の方針として放射線量の見通しであるとか、あるいは今後の住民の皆様方の帰還のご意思、あるいはその将来の産業ビジョンの復興の姿を踏まえて、地元の皆様とともに検討をして、一方その復旧復興のために特に必要性の高い、広域インフラ、あるいは復興拠点というところについては、環境省と連携して個別に除染を進めていくというようなことで今やらせていただいているところでございますので、こういうことも踏まえた上できちんと富岡町の皆様と向き合って、しっかり検討を進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。高橋君。正直衝撃の答弁でありました。年末にこれ大臣に要望書が出されているのに、まだ今相談しているという答弁でちょっとがっかりしましたよね。しかもこれ富岡町の区長さんからお話聞いたと私言いましたけど、どこでも今これから起きる問題なんです。だから全体の問題としてちゃんと考えてくださいということなんですよ。しかもね、富岡町はさっき言ったようにほとんどがもう女性に同意をしてますし、昨年もう年末ではね8割もう完了してるわけなんですね。そうした中で放射線量も下がってきたと。だけどこれはないでしょうということを指摘をして、具体的に指摘している。で環境省の方針を見ますとね、復興拠点となる施設や地区について関係機関と調整の上で限定的にやると言っているんです。帰還困難区域については、つまり常磐道を通す、その時は除染をするけれども、一般の生活道、ここ向き合っているんですよ。それにちょっと待ってくれ、まだわからないと。それはないでしょう。もう道路、もう環境省の方針から言ったってこれはもう一体的にあるとお答えになるべきではありませんか。環境大臣丸川珠代君。今まさに協議をさせていただいている最中でございますので、またご報告させていただけたらと思っております。高橋君。またご報告というのはどこでご報告いただけるんでしょうね。これ本当に引き続き答弁を待ちたいと思います。前向きに本当にお願いいたします。先ほど来ね、丸川大臣の発言のことで議論が進んでおりますけれども、1ミリシーベルトは何の科学的根拠もない、時の環境大臣が勝手に決めたと発言されたことを撤回されました。私はこのことについては当時の環境大臣だった細野委員が10日この委員会で国際機関である ICRP の資料も示して指摘をされましたので、私はそれは繰り返しません。だけど私はね、大臣自身が誤解されてるんじゃないかなとこう思うんですね。今紹介した富岡町だって環境省が直轄でやってるんですよ。そして細野大臣の時代に目標としたまずは5割下げるということを実際にやりきったと喜んで、だけどまだまだ部分的に高いよと現場で必死にやっている方たちの、そういう方たちに対してもやはり傷つける謝罪をするべきではないかと思います。また中間貯蔵の予定地がある大熊町の皆さんは去年も会いましたし先週も会いました。中間貯蔵がなければ除染も復興も進まない、だから仕方ないと思うと受け入れ覚悟してるんです。今2365名の地権者のうちまだ 2%、 44人しか同意が取れてないと言いますけれど、でも1年前お会いした人たちがね、今年先週会った時もまだ何も言われてないって言うんですよ。環境省からそうおっしゃってるんですよ。協力しようと思ってるのに環境省の高飛車な態度が許せない、我慢できない、そうもおっしゃっています。大臣は帰還が進まないのは被災者が無茶な要求をしているとでも思ってるんですか。それこそ誤解ではありませんか。被災者の気持ちをちゃんと受け止める、はっきりお答えください。丸川環境大臣。中間貯蔵施設についても受け入れていただいていること本当に
媚びを垂れる思いでございまして、必死努力をしているところでございますけれども、これからもしっかり先生のご指摘も踏まえて、福島の皆様の思いに向き合ってまいりたいと思います。ありがとうございます。高橋君。引き続き大臣のこれから本当に言葉を通りやっていけるのかどうか見ていきたいと思います。私は大臣としていかがなものかと思っております。このことは指摘をしていきたい、そのように思います。次に賠償の問題について伺います。2月5日、東電は浪江町の住民1万5788人が慰謝料の増額を求めた申し立てに対する ADR、 これは原子力損害賠償紛争解決センターの和解案を拒否すると、なんと6回目の拒否の回答をしてきました。申し立てから3年近い歳月が流れ、すでに440人以上の町民がお亡くなりになっています。浪江町は、平成25年2013年の5月に町が代理人となって申し立てを行いました。この申し立ての内容は 3.11 から除染が完成するまでの間、中間指針による慰謝料月額10万ないし12万に加えて一律月額25万円を求めるという内容でした。和解案は将来分は含めないと平成26年2月末日までとし、しかも加算するのは一律5万円です。求めていた水準から見ると極めて低いんです。ですが町はそれを受諾したんです。それなのになんでこうなっているんでしょうか。原発事故被害地で帰還困難区域の総面積の 53% 以上が実は浪江町であります。そしてその区域は町の総面積の8割以上にあたります。 ADR の和解案提示理由書では、行政区ごとのまとまった集団避難を行うことができず、避難先は分散し全国各地に及んだ、また世帯全員で避難を行うことができなかったものも多く存在している。事故前が7700世帯だったのが1万700世帯まで増えてるんですね。それだけバラバラになってるということなんです。こうした状況を考慮して繰り返し和解案提示理由補充書、旧釈明書、勧告など重ねて出してるんですね。東電の広瀬社長に伺います。なぜこうした第三者の、ね、和解案を拒否するんでしょうか。パネル4を見ていただきたいんですが、すでに有名になっていますが、東京電力の損害賠償に関する3つの誓い、最後の1人が新しい生活を迎えることができるまで被害者の方々に寄り添い賠償を貫徹する、いい言葉ですね。そして3つ目、和解仲介案を尊重するとともに手続きの迅速化に引き続き取り組むとおっしゃっています。広瀬社長、この誓いは変わってしまったのでしょうか。東京電力社長、広瀬直美君。東京電力の広瀬でございます。まもなく私の事故から5年になろうとしております。このような長きにわたりまして、大変多くの福島の皆さんを中心にご心配ご迷惑をおかけしておりますこと、改めましてこの場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。お答え申し上げます。私どもとしまして、東京電力としてですね、和解案を尊重するということについて変わりはございません。ご指摘のありました浪江町の ADR の事案につきましても、この考え方に基づいて今対応させていただいておるところでございます。したいまして、私どもとしてこの和解案を全面的に拒否するとしているわけではなく、今もなおまだ和解仲介の手続きはそのもとで話し合いが続けられているところでございますし、私どももその中でなんとか和解に至りたいということで努力しているところでございます。私どものこの事案に対する考え方を述べさせていただきます。皆さんご存知のように避難指示区域、この中にはもちろん大熊町も含まれますし、このもちろん浪江町も含まれておるわけでございますが、この地域にの皆様にはこれまで精神的損害の賠償ということで賠償を行ってまいりました。ところが本事案ではその中で浪江町の方たちには
慰謝料を一律的に増額するという事案でございます。で、私どもはこの一律的に増額するということについて受け入れがたいというふうに申し述べさせていただいているところでございます。もとより個々の事情をしっかりお聞きして個別の事情を斟酌していくということは必要でございますので、そうしたことを通じて個々の事情によって賠償を加えていかなければいけないという可能性はもちろんございますので、本事案につきましても ADR を通じてそうした個々の事情をぜひお聞かせいただきたい、説明していただきたいということを今お願いしているところでございます。それらを通じて個々の事情をお聞きする中で賠償に通じてですね、和解による解決の実現が図られていけばというふうに願っているところでございます。今後とも努力してまいりたいと思います。以上でございます。高橋千鶴子君。多分おっしゃりたいのはですね、集団申し立てだから個々の事情があるのに一律には受け入れがたいということだと思うんですね。でも逆なんですよね。個々に事情がありながらあえて一律に申し立てをしていると、その趣旨をちゃんと見てくださいと。でそれを配慮して ADR が和解案を出しているわけじゃないですか。昨年の2月の、ね、ADR の活動状況報告書、これにこんなふうに書いています。東京電力は全県に共通する非申し立て人の立場にあり、本件事故の深刻さ重大さに鑑みれば大規模な集団申し立てがされることも当然予見し得たことであるから、上記のような集団申し立てについても迅速な解決の実現に向けて積極的な協力をすることが求められる。当然予定されているじゃないかと。それ3年待たせると、それで 今になって一律はうんうんということではないと思うんですね。これは ADR に伺いますけれども、2014年の8月4日に資料もつけておりますけれども、東京電力の和解案への対応に対する総括委員会所見を発表されております。これは別に浪江町に限った問題ではなくて、最近近時仲介委員が提示した和解案に対し、非申し立てに、つまり東電からその全部または一部について受諾を拒否する旨の回答がされる例が少なからず認められるようになっているという指摘もされて、誠に遺憾であり強く再考を求めると強調されています。この趣旨について伺います。文部科学省研究開発局長田中正明君。お答え申し上げます。先生ご指摘の総括委員会所見でございますけれども、これはもともと東京電力のホームページにおきまして、原子力損害賠償紛争解決センターの和解案への当社対応についてとの見通しのもと、中間指針やその考え方から乖離している、あるいは客観的事実からすると事故との相当因果関係が明らかに認めがたい請求についてはお支払いをした場合、中間指針に基づき賠償を受けられている方との公平性を著しく欠くことになるため、その内容に対しては十分に吟味意見書した上で慎重に対応する必要があります。 ADR 手続きにおいても同様の対応をしているところでございますと記載されておりました。ご指摘の平成26年8月4日付の原子力損害賠償紛争解決センター総括委員会の所見は、この東京電力の記載を踏まえ、和解仲介手続きにおいて仲介委員が提示する和解案に中間指針等から乖離したもの、あるいは客観的事実からすると原発事故との相当因果関係が明らかに認めがたいものは損しない旨、確認的に改めて表明させていただいたものでございます。高橋千鶴子君。委員長に申し上げます。私は今回この ADR の問題について室長 の出頭をお願いをいたしました。事務方でもいいからということを言われて受け止めていただけなかったんですけれども、やはり所見を伺っているのにね、この前段を読んで、これ東電の言い分なんですよ。で、東電の言い分に対して誠に遺憾であると総括委員会が言っているのに、そこを一切言わないで東電の言い分だけを答弁しました。承服できません。引き続いてね、参考人の問題についてご協議いただきたいと思います。五国理事会で協議します。高橋千鶴子君。はい、この問題は実は昨年1月28日の
原子力損害賠償紛争審査会においても話題となっております。大谷委員の方から当時のですね、河北新報の東電副社長のインタビューの記事を紹介して、中間指針は1人当たり月10万円と定めている、公平性の観点から増額は認められない、仮に中間指針が変わればそれに沿った賠償をすると発言していると、これはおかしいと、あくまで目安であるということでね、ここに書かれていなくても合理的かつ柔軟な対応が求められるということを言っているはずなのだという議論をしているわけなんですよね。で、その中でこの委員は東電が審査会の賠償方針を自らに都合よく利用していると言わざるを得ません、ここまで厳しく指摘をしています。あくまでも審査会の中間指針および追放は目安であって、指針の範囲内でしか賠償しないというのは審査会の意向ではないと思いますが、改めてご所見を伺います。文部科学省研究開発局長田中正明君。お答え申し上げます。原子力損害賠償紛争審査会が策定した指針では、賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその範囲等を示したものでございますので、指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得るとされてございます。また指針では避難指示に関わる精神的損害に関して、個別具体的な事情により指針に明記された損害額の目安を上回る金額が認められるとされてございます。東京電力におかれましては、このような指針の趣旨に沿って個別具体的な事情に応じて相当因果関係なる損害については、指針に明記されていない損害についても賠償を行うとともに、指針に明記された損害額の目安を上回る場合も適切に賠償を行うなど、被害者に寄り添った誠実な対応をすることが重要と考えているところでございます。高橋千鶴子君、はい、ありがとうございます。一定の類型化をしたけれども、個別事情を見て対応するべきだという答弁だと思っております。それでね、もう一度東電に伺いたいと思うんです、ね、先ほど紹介した3つの誓いをね、これを決めた新総合特別事業計画の中では、東電と被害者の方々との間に認識の齟齬がある場合であっても、解決に向けて真摯に対応するよう ADR の和解案を尊重するとまで言っているんですね。だけど今の東電の対応は、さっき読み上げられたように、客観的事実からすると原発事故との相当因果関係が明らかに認めがたい請求については、その内容に十分に吟味検討した上で慎重に対応する必要があると言ってるんです。損害がある以上当然賠償していくという考えに変わりはないと、これまでも東電お答えになっております。しかしその前提に相当因果関係があり合理的な範囲内ではあるがと言っている。おかしくないですか。つまり加害者である東電が賠償するべき根拠、相当因果関係あるかないかをジャッジするという、これおかしくないですか。逆立ちしていませんか。東京電力社長広瀬直美君。お答え申し上げます。ADR も含めてでございますけれども、賠償額につきましては、被災者の皆様から申し立てがあり、私どもがその協議をさせていただいて、で合意を得て、お支払いをするということでやらせていただいておりますので、私どもが一方的にそれを判断しているということではないのではないかというふうに認識しております。まさに先ほど来出ておりますように、個別の事情をよくお聞きし、そうした中でそれぞれの額をお示しさせていただいて、で最終的には被災者の皆様からの合意をいただいた上で賠償額を支払いするということだというふうに思っております。今後も引き続きしっかりここの事情に配慮をして、丁寧な対応に心がけていきたいというふうに思っております。以上でございます。高橋千鶴子君、はい、先ほど指摘をしたようにですね、やはり ADR の先ほど事務方が答弁をされました。そしてあえて私がアンダーライン引いてまでいる資料をね、下を読まずに東電の言い分だけを言ってるわけですよ、ね、これはもう仲介委員が提示した和解案の内容のみならず、和解仲介手続き自体をも軽視、ひいては原子力損害の賠償に関する紛争につき円滑迅速かつ公正に解決することを目的として設置された当センターの役割を阻害し、
ちょっと省略して信頼を損なうものと言わざるを得ず、誠に遺憾であり強く再考を求める、ここまで言われてるんですね。そこをね、省略して相当因果関係があれば吟味する、ここだけを言って、なぜ東電がそれをやるんですかと、そのためにこうした機関を設けたんじゃないですかと、私はそのことを言ってるんです。仲介委員が指摘をしているのは、それまではこうした方針を東電が言うまではね、きちんと和解案を受け入れてた。それは東電の社員と家族に関わる手続き以外は受け入れてたんです。全部受託してた。それが急にね、こうして拒否が目立ってきたということに、やはり自分たちでこれ根拠をね、作ってる、見ている、これはおかしいだろうということを重ねて指摘をしたいと思います。この ADR の和解案には確かに強制力がありません。しかし、中間指針を決めた紛争審査会も、あるいは ADR からも所見という形で和解案を尊重せよと指摘をしています。まして日弁連は繰り返し会長声明も出して、一定期間内に東電側が裁判を提起しない限り、あるいは著しく不合理でない限り、和解案が成立したとみなす、そういう法制化が必要という提言さえもしています。このような事態を見て、どう解決に向かうべきか、文科大臣と経産大臣に一言だけお願いします。文部科学大臣、長谷博史君。東京電力には自らが表明している3つの誓いにおいて掲げた和解仲介案の尊重の趣旨に鑑み、誠意ある対応をしていただきたいと考えております。文科省としても従来から東京電力に対して賠償の迅速化や被害者への誠意ある対応等を要請してきております。ただ立法化の話についてはですね、はい、以上終わります。はい、続いて、経済産業大臣、林幹雄君。ADR センターに対する申し立てにつきましては、現在、和解仲介手続きが継続中であります。個別事案につきましては、コメントすることは差し控えたいと思いますが、事故の責任を負う東京電力は、事故にかかる賠償について、最後まで責任を果たすということが大前提でありまして、引き続きこうした考え方に基づきまして、賠償を進めていくべきものと理解しております。経産省としても、東京電力に対しまして、被害者の方々の個々の状況をよく伺って、公平かつ適切な賠償を行うことを指導してきております。今後とも東京電力に丁寧な対応を求めるとともに、その対応を引き続き注視してまいりたいと思います。はい、高橋千鶴子君。時間になったのでこれで終わりますが、先ほど総理に答弁をいただいたように、期限を区切って終わることができないということを、本当にこのね、賠償の問題でも除染の問題でも本当に実践をしていただきたい。今日は汚染水の問題も一言指摘をしたかったんですが、時間を守りますのでこれで終わります。次にしたいと思います。ありがとうございました。これにて高橋君の質疑は終了いたしました。次に川野正美君。委員長。川野君。大阪維新の会の川野正美でございます。ごめんなさい。本日は、TPP に関連してお尋ねをいたしたいと思います。TPP につきましては農業に関する問題が多々報じられているかと思います。